1,2,6,3,4,5 の順番だ。3と4が外に行っちゃった。なんで6番が来ちゃったの、こっちに。わかんないっす。何これ、こういうの荒れるの。荒れます。4番、5番、6番、うちは硬いんじゃない。でもうちは強そうだよ。せいさん、あ、せいさん、タイトル見てください。どうした、誰の？あの、その、このレースのタイトル。タイトル？上に書いてあります。唐津10レースのタイトル。タイトル？はい、出走表っていうか、もうそのページで分かります。開いたら、あ、違う、見れないわ。名前がペイペイ銀行杯。いや、なんだよ、ペイ銀行杯、なんだよ。このせいさんの銀行、ペイペイ銀行。点と点が合ってるわ。完全に合ってるぞ。これマジで来ると思うな。1,2か。1,2だと思うよ。ワンダー1,2,3だよ。6が間に入ってるよ。6番狙えば狙えばな。1,2,3か1,2,6じゃん。いや、僕は1,2,4。俺これ3,4頭来るぞ。ないよ、1,2だよ。展示が深くなりすぎてる。行きますわ。一か八か、もうこれで終わりだ。マジ荒れると思う。なんか荒れないって。絶対荒れます。3,4,1,3,4買いました。
くなりじゃない。34、全134。しっかりと、はい、始まりました。はい、始まりました。ここでお願いします。え、待って、お前まさか。はい、え、お前やばくね、それは。お願いします。2つありますね、2つ予想出てます。下関チャレンジャー、チャレンジャー、チャレンジャー。いや、もうとりあえず豪華なのくれたら激アツなんで、ね。うん、カラスありますよ。何回もあるし、ここもね、一回ロケでね、峰選手の取材ロケみたいな、結構前だけど、でここの水面でね、レースやってない日だったんだけど、二人乗るボートを乗せてもらって、峰選手に。エアボート乗りたい、すごそう。だって俺、初めてだよ、前でモンキーダンス。やばい、6が2コース来てる。6が2コース来てる。どこでですか。あ、じゃあ別のイベントも来てるのかな。気がしてて、割と色々なとこを呼んでいただいてるんで、どこでもそのロケでも来てるし、キャンプの番組でも来てるし、結構カラス、あとカラスの海沿いのホテルで。昔なんかディナーションで、そう、で、イカがうまいらしいですねってずっと言ってたら、晩ご飯にイカついてなかったら、めっちゃ早い、めっちゃ早い、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 2位ないわ。うわ、誰が2、3、4が全部変換だよ。ちょ待って、あ、じゃあ今帰ってくんの。やった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 。いやー、まだ、ちょ待って、うわ、もう、でも今度は2、3、4、5なんか全部やったら、もうほとんどの人が、せいさん、全部帰ってきました。何が？お金がいくら？16万っす。すごいよ。1入ってたんだ。次帯取るな。1から見ても2、3、4、5が入ってたらもう変換、もうじゃあアウトだ、変換。ちょっとナイスお願いします。あー、よかった。マジ着せる心地しね。なんでそんなことになったのね。
この人当たってるってことある2連単の人は ちょっと待て、やばいレース見つけました。やばいレース見つけました。かな、でもなんかもうなんか嫌な予感ですよね。1が逃げれるのかっていう話だよな、これ。これ二の人地元だろう。これ3アターンを狙えるぞ、ぶっちゃけって俺は思ってる。逃げれると思う？俺は逃げないと思う。俺行くわ、もうラスト。帰ってきたのが奇跡だと思うわ。3、2、3、4、2、3、6、全2、3、6。4なんて来るわけねえじゃん。あ、4入れてません。4絶対入らないです。これは荒れるよな。
ですよ、だって。荒れるぞこれ。4はちょっと抵抗しろよ、抵抗して深くしろよ、お前は抵抗しろ、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 抵抗しないと、1抵抗しないと、やべえ。一号の出目だってそれ。おい、マジでやめて。なんで抵抗しないのそれ。どうやら本番中口は展示同様5号2号皿の勝負で。ちょっと待って、画質が終わってる。こっちしようと。早い。枠主張インコース1号艇交互2コース5号艇中口と並んでいくところ、やべ深くなんねえわ。次は2号艇地元の牟田です。そして4コース3号艇柴田、昨日の前転は 6.611 番時計をマークしていました。シルト、ここはプラス0号仕様で4コースの稼働。5コースに6号艇権藤、浜名湖はほぼ3年ぶりの登場となっています。前回戦動き良かった22号機を引きました。サイアウト6コース2号艇、今回が初の浜名湖登場の三道ジュニア。展示通りの並びスタイル3対3、1号艇交互5号艇中口、内を固めた2人がまずは人気を集めていました。1から1番5番2番3番6番4番です。2行った、行ってないか、2行ってる、攻めろ。ダッシュの3艇は早い、ムタは際どい、ただいまスタート判定中です。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。ここでお知らせいたします。3号艇柴田、4号艇三道、6号艇権藤、3番4番6番はフライング変換手帳となりました。また1マークでアクシデントありまして2号艇ムタが失格、2番は失格となっています。なおこのカードですが、投票法によっては不成立となる掛け引きがございますので、お手持ちの投票券は練習場まで絶対にお捨てにならず、どうぞ大切にお持ちください。走っているのは2艇だけとなりました。5号艇中口と1号艇交互、2周の1マーク自己艇をレスキューを下げてバックスレッチに抜けています。5号艇中口、1号艇交互、上位5番1番5号地帯艇、2艇がバック中間点から2周の2マークです。なおこのレーススタートで3号艇柴田、あれ俺いくら戻ってくるのこれ、6号艇権藤、3番4番6番がフライング変換手帳、また1周1マーク2号艇全額戻ってくるの、あれこれだって2号艇は全額戻ってくる、あれ2号艇は変換じゃないんだよ。レシピが多数ございます。どうぞお手持ちの投票券レシピまで絶対にお捨てにならず来るか、お持ちください。いや違う違う違う、2号艇は成立なんだよ。最後のバックスレッジです。2番手1号艇の交互、上位5番1番2艇がこれから最終コーナーに向かっていきます。ってことは終われとなりました。7レース先頭走、先頭5号艇中口、いくら持ってくるのこれ、中コーナー回って最後の直線に帰っていきます。あ、三連単不成立ってことは全部戻ってくるのか。やるなってことじゃねこれ。やっぱり。
第7レースの確定は1着5番、2着1番以上でございます。ファンの皆様にお知らせいたします。第8レースのスタート展示開始まで今しばらくお待ちください。皆様にお知らせいたします。ただいま競争水面上自己艇の栄光作業を行っております。水面上ただいま自己艇の、そんなことある、やるレース全部不成立って。第8レース予選独勝のスタート展示開始までしばらくお待ちください。また戻ったわ。戸田荒れると思います。はい、マジで戸田これ3頭来ると思います。僕気のせいですか。荒れないのこれ戸田って。揃うかスタート。ファンの皆様、大変お待たせいたしました。まもなく第8レース予選特勝のスタート展示を開始いたします。まもなく8レースのスタート展示を開始いたします。これ荒れるわ。荒れる。もう俺の直感がそう言ってるね。皆様お待たせいたしました。ただいまから第8レース予選特勝のスタート展示を行います。シルトは3号艇が0度、その他はマイナス 0.5 度、3番が0度で、その他はマイナス 0.5 度。部品交換並びに重量調整はありません。最後に前走成績です。2番は5、前半4着、4コースから 0.34、 5番まさき、前半6着、1コースから 0.30、 6番渡辺、前半3着、3コースから 0.27 でした。3頭から変えます。3056買いました。はい、スタート展示ピット離れで外枠三車の中で並び入れ替えがあります。3056だけ、まあ、これで頑張ってほしい。もうこれもフライングになってほしいわ。
予選2日目の大宮アルディシャカップ。3レース以降では1号艇の勝利が続く展開となっています。伊豆の強い流れとなっていまして、レースはこれより後半戦です。7レースのウィンウィンセブンが始まります。対戦メンバー1号艇埼玉浜崎直也、2号艇福井武利正樹、3号艇静岡柴田萌え、4号艇福岡三原司、5号艇岡山小宮。3056言ったやんけ、マジでちょっと亮が、6号艇徳島松本弓雄、以上6名の対戦です。初日の戸田選抜は展開なく6着と敗れました。1番の浜崎、ここから立て直していけるかどうか。1コースに1番の浜崎、続いて2コースが2番の竹越。初日の後半ではスタートは少し遅れ気味でした。そして3コースに3番の柴田、さあモーターどこまで上積みできるかどうか。今日の前半6着に終わりました4番の三原が4コースの角、そして前半戦惜しい展開の4着でした5番の小宮、5コースから6コース6番の松本は初戦3着と連敗。進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。スロー3艇揃ってコースタートを切りました。ここは1番の浜崎が逃げる展開、3コースから3番の何やってんの、動きません。打ちをつくのが2番の竹越、若干外流れた1番の浜崎ですが逃げます。差しは届かず2番の竹越は2番手まで、先頭1番の浜崎が逃げます。リードは2手進、2番手いう内からやってきたのは3番の柴田、スタートは前提正常、3番柴田が先に待った後方では2幕アクシデントが出ています。レースはこれから2周目に移ります。2番手2人が並んだ状態、レースはこれから2周目。なお6番の松本は転覆のため失格、1周の2幕、6番の松本転覆失格となりました。東京圏着順確定まで大切にお持ちください。確定が2周目、バックステージへと移っています。先頭が1番の浜崎でこれから2周2幕の展開、ここは自己艇が出ています。なんか俺がやるレース全部自己艇出るんだけど、自己艇先田の展開でホームステレッチへと移りました。先頭が1番の浜崎、2番手に3番の柴田、3番手2番の竹越がついそうです。上位3艇が大きく抜け出した展開で最終周回です。後ろ離れて4番手に5番の小宮、最後方に4番の三原がついそうです。1番の浜崎が最後のバックステレッチへと移りました。縦に長い展開となりました。2番手シーソーが3番の柴田、そして3番手に2番の竹越、これから最終ターン幕の展開です。最終ターン幕も自己停止しての展開となります。最後はホームステージへと移ります。3連単1番3番2番では 7.9 倍です。先頭1番浜崎ゴールイン、3番柴田ゴールイン、7番竹越ゴールイン、5番小宮ゴールイン、4番三原ゴールイン。ファンの皆様にお知らせいたします。水面上起こるよりレスキュー作業を行います。第8レースのスタート展示開始まで今しばらくお待ちくださいませ。足屋って何県、足屋って何県、
に合わんかった。よっしゃ、もう忘れてない。帰った。宮島か。何言っちゃうと思う。わし屋のさ、俺買おうとしたのがさ106なの。わし屋はチルと晴れてる。お待たせいたしました。あと3号線3号6。スタート電磁を行います。現在の気象状況は気温17度、水温16度でございます。第8レースの当たったわ俺。おやべえ、当たったかもしんない俺。うわ当たってたわ。6番と3番です。レースは2周目に入りました。先頭は5号艇の川原ひろあき向こう正面へ、2番艇6号艇下寺先行した。さして4号艇の大崎、握ったのが3号艇の吉島、2番艇は4号艇の大崎翔、6号艇の下寺秀和並んで、すぐ後ろこれ大回しだぞ。2周の2番艇と積んでいきます。焦点は2番艇4号艇の大崎が丸、6号艇の下寺さしてホーム側、2番手は4号艇大崎翔がリード、6号艇下寺秀和3番手。レースは最終周回です。先頭構想は5号艇の川原博明、最後のバッテンと抜けていきます。そして2番手が4号艇の大崎翔、6号艇の下寺秀和3番手。上位3艇は5番、うわこれやばい、6番体系です。546、このまま入ると3連単のオッズは420.8倍。最初から全体2番手4号艇の大崎翔、6号艇の下寺秀和3番手。第11レースまもなくゴール。先頭5番ゴーリン、4番、6番、3番ゴーリン、1番ゴーリン。
うるせえな、腹息、てめえ死ねえよお前、うるせえんだよ腹息が。さすがにここ陰逃げな。早くなってる。火炎はもう分からん。火炎間に合わなかった。134落としたけど、はあ、らず何だっけ、何だっけ、なんだっけ、
琵琶湖。待って、藤山翔太チルト跳ね上げてんだけど、こいつ死ぬんじゃないか。アーサーありがとう、おいしょだ、ありがとうアーサー、助けてくれアーサー、ありがとう。琵琶湖って坂じゃね、滋賀じゃね、琵琶湖って。これ俺藤山翔太吹っ飛ぶと思うよ、気のせい。しかもうち1-2巻き込んでぶっ飛ぶと思うんだけど、しかも初日な、こいつ気のせい。625終わりよお前。あ、皆さんこの625通報してください。もうブロックじゃ済まさねえ、お前のアカウント消す。625皆さん通報お願いします。皆さんが通報したらブロック入れるわ。で最後に俺も通報して終わり。で俺これ絶対来ると思うんだよな、こうやつも消せへんだよ、もうアカウント。あ、やばい、やらんくてよかったかも。やった方が良かったかも。また終わりじゃん、これ満州じゃん。行くわ。見らない。34前345、どうだ、お前は都合するわ。
込む女もん。もうブロックで済まされるんで、アカウント消してったらいいんだ、こんなやつら。ちょっと怖いのが、藤山いけるか、これ。どこだっけ、燃えるか、これ。これもう負けたら終わりだぞ。最初からパチンコ行く気なかっただろう。100%。初日の攻防、対戦カードは第8レース予選競争を迎えました。朝から上空は雲が広がっており、ボートレース美馬湖。第8レース対戦メンバーは、6艇、バスナは定番順に並んで、どうやら枠なり。今日に次に追い風は変わらず、最高の追い風が2、3メーターのコンディションです。1号艇、田中達彦。今日前半レースは2着、3コースから1マークまくってレース展開を作りました。ここは人気上位の陰線であります。2号艇、梅原翔平。前半レースは6コースから大敗でした。3号艇、藤山翔太。後半ドリーム戦メンバー、今年3月に通して優勝をしております。展示通り、ここは今3コースの角を引っ張っていきました。チルトは 2.5 度。人気の3コース、頼む。頼む。地元勢頑張って。5コース5号艇金子はじめ1回乗り。6コースは6号艇小川に来た。前半3着で3連単24万円レースに絡みました。2対4の参加のスタイル。藤山遅れてね。1番束こいつ3番4番5番6番です。1秒前スタートしました。だったら4行け。4番5番6番です。3コースが若干へこんで、しかしへこんでからいった若干出るか、1センチマーク。OK!4 号艇吉田が待つ差し、王は6号艇、5号艇、2号艇、1号艇、バックセット。待て。さあ4コースから展開を捉えて待つ差した。先頭は待って待って待って、やばいかもしれない。勝人、2番手は3号艇。4646。6号艇の小川が3番手、後方は5号艇、2号艇、1号艇が。藤山振ったべ、そのままお前。スタートは正常でした。先頭4号艇、吉田のスイート。3,4,5 しかないじゃん。今度は5号艇が上がってきました。さあ5番と6番金子と小川が注目は3番と合わせ。3,4,5,4,3,5,4,3,5,4,3,5,4,3,5 1号艇も上がってくる。3番と合わせ2周目1マーク。6号艇が握って、やべ、6はない。キャビテーションしました。バックセッチ。さあ2番6号の小川に来た。またまた3番手。6はないわ。4番3番6番。ここで3番手4番手は定冠が開いて、1番と5番が4番手並走状態。最高峰が2号艇の梅原。レースは2周目にマーク。先頭4号艇吉田スイート。2番手は3号艇藤山翔太。6号艇、うわー、6はない。3番手4号艇3号艇6号艇も6はないって。田中が上がってきました。さあ6番と1番3番手4番手定冠が一定していた。前を縛って6本の小川に来た。3番手をキープできるかどうか。最終周回1マーク。小川が若干波にはまってくるっと回って1号艇ではありますが、バックスレッジ。金子も3番では金子さん定冠リードは2点進ぐらい。上の3人が4番3番6番で最終ターンマークを旋回。やべ、終わる人生。
前半ペースの借りを返します。今最終コーナーをトップ展開、3号艇藤山2番手、小川に来たが3番手が1号艇接近で、土壇場で6番と1番が並んだ、どっちが前か、まもなくゴール、先頭4番ゴーリー、3番ゴーリー、6番1番1番6番ゴール写真判定、後方5号艇2号艇ゴール、負けた。ただいま3着4着はゴール写真判定中です。1番と6番、6番と1番、これでかいぞ、4さんはでかい。まもなく確定が出ます。第8レースの確定を4、3、6だ、ないわ。1着4番、2着3番、3着6番、以上でございます。予選発表のスタート展示を行います。1号艇渡辺千草さん、2号艇武井理理香、3号艇土屋美咲、4号艇小野さくら、5号艇木村さゆき、6号艇永田楽、モーター取引状況です。シュート角度は1番マイナス 0.5 度、2番0度、3番マイナス 0.5 度、4番マイナス 0.5 度、5番マイナス 0.5 度、6番0度。部品交換はありませんが、1番と4番が新しいプロペラに交換しております。前半成績です。2番6コースよりコンマ18で4着、3番4コースよりコンマ1、やばい、無理だマジで。5番1コースよりコンマ1で6着、6番5コース玉川、23,0236、もうこれでどうだ、くそ、ダメかこれ、もうダメか、あじさまくぞ、せめてナイスと無料アイテムください、お願い、無料じゃない、有料アイテムください、お願いします、5個ください、有料アイテム、もう無料じゃどうしてもできません、正直もう無料嬉しくないです、ぶっちゃけれども無料ほんと価値嬉しくないです、マジで嬉しくないです、玉川23,0236、ここは入れてないぞ、ここなんで絶対入んねえだろこいつ、ゴミだから、カス死んどけお前、死んどけや、おいしょだ、こうなっちゃう、てかマジリスナーで言ってくれよ、もうもうやばいってやばいって
1なんて飛ぶわけねえだろお前。あとじゃあ飛ぶに決まったよお前。なんか予想レースするとやっぱりなんか地元だと同じ1号艇でもちょっと気合いの入れ方が違うというか。違いますか、違いましたか。飛ぶだろ1話や、てめえ飛んどきやてめえ。見え違いましたか、たまたまだったな。春日あ、まあ、兄さんに沈められとけよお前。誰かがデータ出してくる。ST さんか、 ST さんがフライングの数発送そういうのばっかり出してる、ね、だからくるくるすんなよマジで。おい、こっちで見よう、もう、もうマジで。もう今日金かかってんだから埋めてめ、しっかりやれよボギーや。あ、やばい。あ、待って、生きてなくね、お前。お前やったな。時間、うん、ああ行きそう。あ、行けちゃう。あ、浮くの、うん、なんか、そのままおかしかった。なんで取り入れたから。あ、それあるんですよね。終わった。終わった。あれ？すごい顔。お嬢どうしたの？あの、肉に行くだけ回って、外だったら、これ、どうだろう？これでもくるっと、くるっと。はい、どうぞ、なんだよな。あ、終わった。私、1、2、4で当てないと、それ私の目ですね。あ、1、2、4といえば。やった。もうやめるわ。何でもやってやると、もう終わりだ。あ、お一緒です。大花火お一緒です。なえちゃん、食べ物かお前は。だったんですけど。ブスが。
これ1、2、5しかなくないか浜名湖。宮島どうなったんだろう。できなかったけど。あ、去年の宮島。宮島1、2、5しかなくないか。宮島じゃなくて浜名湖だ。終わりかける浜名湖行きました。全部1006。1はイン逃げで5の選手が攻めると思ってる。
終盤戦の対戦カードに移ってきました。レースは2レースの予選特賞を迎えています。対戦メンバー1号艇吉村誠、2号艇山内松と、3号艇広瀬敦也、4号艇川口隆史、5号艇松尾博夢、6号艇堤圭介、以上メンバーです。目立った動きはありません。1号艇地元吉村誠の臨戦となります。今日の2レース4角からまくり、あと一歩の3着ではあったんですが、吉村らしい攻めを展開していました。ここも今から攻防戦を披露していくでしょうか。隣の2コース2号艇山内、4レースは内回りに連動していって4着でした。センター3コース3号艇の手で、そして4コース4号艇川口は開幕カード2コースから差し、あと1歩の2着でした。5コース5号艇の角だぞ。浜名湖は現在2連続で輸出中、今日はここ一層入魂。最アウト6コースは6号艇浜名湖、久々進み。あ、もうダメだ、止まらんで、マジで。波動4コース4号艇川口が引いての枠内の3対3、絶好枠1号艇地元吉村誠の一戦に人気が集まった10レース予選特賞、1番、2番、3番、4番、5番の6番です。しました。2号艇山の内、速い。ただいまのスタートは安定中です。おい、お前のせいで。残念ながら2号艇山の内マサトはフライング。一飛んだわ、お前のせいで。ファンの皆様、お手持ちの投票券レース終了までどうぞ大切にお持ちください。法廷による競争に変わります。一周にはトップは3号艇の広瀬、2番から水1号艇吉村が打ちをついてきた。握っていったのは4号艇川口、こらえながら回ってきたのは5号艇の松尾、1号艇吉村、5号艇松尾、4号艇川口、この3人の2番手争いでレースは2周になります。2周1番、2番から水1号艇吉村から回ります。5号艇松尾は握っていく、鋭く刺していったのは4号艇川口、2番手は1号艇吉村リード、3番から水4号艇川口が5号艇松尾と入れ替わって並走、各艇がバック中間点です。注目の3番から水内から4号艇川口が突っ張った、5号艇の松尾が差しを狙っていきましたが、ここは入らず、3番手4号艇の川口、2番手1号艇吉村との定冠も若干詰めてくるか、各艇が丁寧に通過、レースは最終周回の一幕です。このレース残念ながら2号艇山の内マストがフライング、9レース2番はフライング変換事情となっています。監視1マーク2番手で返す1号艇吉村、3番手こらえる4号艇川内、距離3番1番4番後方5号艇6号艇3連単314変換表差し板を打つ 81.4 倍。これから最終コーナー、先頭3号艇広瀬、最終コーナーから最後の直線です。1号艇吉村が2番手、4号艇川口3番手こらえました。アクシデントありました。9レースゴール、1着3番の広瀬ゴール、2着1番吉村、3着4番川口、後方5番松尾、ラストで6番堤がゴール、なお2番の山の内はフライング転換手帳です。第9レース確定は1着3番、2着1番、3着4番、帰る。今から第10レースブレイクタイム戦のスタート展示を行います。シルクは前提がマイナス 0.5 と前提がマイナス 0.5 です。グリーン効果ありません。重量調整は1番が1キロの調整を行っています。最後に前走成績です。1番山崎前半2着4コースから 0.18、 2番石木前半6着5コースから 0.40、 3
番サウチ、前半40分、トップコースから0.11、4番バラージ。5万円。コースから0.15。6番だけが前半3着、2コースから0.19でした。水面上10レースが今シリーズからタイムテーブルの変更に伴いまして、この10レース目の実施となる企画レースプレイフォームです。続いて競争水面上第10レースブレイクインの周回実施です。10レースがブレイクイン戦となります。出走メンバー1号艇山崎義明、2号艇石木大、3号艇佐渕達也、4号艇小田千鶴か、2235245425、435、215、214、バイバイ、ヌスさん、さよなら、ありがとうございました、さよなら。誰とコラボして、誰どうこれからどんなことで盛り上がっててもお前だけは絶対来んなよ、じゃあ、うん、ギャンブル以外でも。でも投げたから何でも言っていいの。てか5000円投げる意味あったか。さよならっていうの金の無駄遣いじゃない。先思ったけど、何の意味があるの？金の無駄遣い、無駄遣いやめ、ガチで5000円だぞ。オートレース琵琶湖近江牛専門店松木屋牛王杯開催初日、ここはオール女流レーサーの対戦で第9レース予選特賞です。6艇バック側、1房さん4ゴール定番順に並んで、どうやら枠組み進入でしょうか。現在競技水面は北方の追い風若干強くなりまして、現在は風速5メーターのコンディションであります。1号艇渡辺千草、現役女子レーサーでは最ベテランです。開催初日1回乗りの絶好枠番で登場であります。今ホーム側、後方から2号艇武井理理か、どうやら2コース戦、前半レースは6コースから4着でした。3号艇土屋美咲、前半レース4コースから4着でした。石田さんと3艇スロー4コース角、4号艇地元小野桜1回乗り、5コ
コース5号艇木村さゆき前半レースは大敗。6コース6号艇長田楽前半レースは5着3対3の幕成り。2番武井と1番渡辺が人気上位ですが人気割れ気味の女流対決です。スタート間もなく10秒前。雨が落ちてきました。第9レース予選特賞1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。1秒前スタートしました。好スタートはその3艇1号艇2号艇3号艇3号艇がトップスタートが1位置マーク。逃げる1号艇渡辺を2号艇武井がまくって詰めて打ち切り込んで4号艇3号艇3位は5番6番旋回1号艇が決めて交代。1ステージ2コースから乗り切って先頭は2号艇5に7か2 3 5 7か3号艇土屋に決めて4か3番の線4号艇5号艇後方は6番と1番の追走です。一周マークの攻防スタートは正常でした。先頭2号艇奇跡の神ターンやってくれ。土屋3番手は4号艇小野さくら地元今日の3人が2番3番4番後方5号艇6号艇1号艇喧嘩しろ喧嘩しろ喧嘩しろ。まだ2番手3番手3号艇土屋4号艇の定価は僅差。注目は2番手の線レースは2周1マーク。4号艇小野が内々もぐり込んでくる。3号艇ちょっと膨らんだバックステッチでさあ4号艇小野が3号艇土屋を捉えた。2番手の線は4号艇3号艇逆転力があったで5が内から入ってこい頼む。1号艇1点先行する。上位体系が変わって2号艇4号艇3号艇レースは2周目に負け。吹っ飛べ女子戦ながら言える。土屋どうするか握ってくる。あんまりだ4号艇小野さくらもうどうやる気ないわ。4号艇3号艇2番手の線は内側通って4号艇小野さくら2点先行。上の3人が2号艇、4号艇、3号艇、3番手、4番手は完全に定価が開いて、4番手以降は5番、6番、1番が追走。レースは最終周回のバックステッチへ。3番手から3号艇、土屋、今度は差し込んでくる。バックステッチ、さあ3号艇、土屋、4号艇、小野を捉えるか、再逆転があるか、4号艇、3号艇、2番手、3番手、定価は2点審査、最終ターンマークの旋回。先頭は2コースからまくった2号艇滝井最終コーナーのトップ旋回。さあ2番手3号艇が助けて回っていって打ちしまった4号艇小野さくら小野が2番どうやら2番手をキープ。2号艇4号艇3号艇で間もなくゴール。先頭2番ゴーリン4番ゴーリン3番ゴーリン後方5番1番6番がゴーリンです。以上第9レース予選特賞でした。第9レースの確定をお知らせいたします。1着2番、2着4番、3着3番以上でございます。せいさん、皆さんのことにちょっと言いたいんですけど、さすがに1号艇大橋純一郎、2号艇加藤翔馬、3号艇細川明人、4号艇吉村正明、5号艇中村恵里、ちょっと待って、6号艇吉田亮太郎、モーター取り付け状況です。シルト角度は1番マイナス 0.5 度、2番マイナス 0.5 度、3番0度、4番0度、5番0度、6番プラス 1.5 度、部品交換はありません。前半成績です。1番5コースよりコンマ17で3着、2番3コースよりコンマ19で5着、生産6コースよりコンマ16で4着、5番3コースよりコンマ2つで
回展示を行います。1号艇大橋純一郎、静岡。2号艇加藤翔馬、兵庫。3号艇細川明人、岡山。4号艇吉村正明、山口。5号艇中村英二、福井。6号艇吉田亮太郎、愛知です。ありがとうございました。もうまた来いよ。金あるんだ。帰るお金はあります。下があるか。ふわっち2万円あれば帰れますんで。しました。頑張れよ。はい。お疲れ様。
ロックしてきます。やべ、ライターも忘れた。はあ、疲れた。税金どうしよう。お待ちしております。
します。帰りの電車賃ください。イベントアイテムお願いします。帰りの電車賃ください。あ、こっちだ。帰りの電車賃ください。無料じゃ何もできません。いりません。無料は帰りの電車賃お願いします。無料はいらないです。お願いします。無料投げたら全員名前言ってくれ。あとアカウント晒してく。いや、なんかないって言ったらまた借りることになっちゃうでしょ。手に行っておいで。ありがとうございました。何言わんだよ。自分で行けよ。これ俺に巻き込むな。あ、マルさんありがとう。あ、リーナちゃんありがとう。2万6000円。動画の内容を選択してください。前のなんか来店のやつ。
間違えた。もうマジで焼き。配信バカじゃねえのお前、話聞いとけやんか。同じこと言わせんな。これは何が来るんだろうな。はい、琵琶湖4,600、1万円ずつ。
もうこれで終わり。もちありがとう。生き様って知らねえけど、そんなどうでもいいわ。また見下されるゾーン入るのか、だるいな。もうあれがマジだるいわ。4行け。4前後あるぞ。4前後来るかも。465のある。来るぞ。差はない、差はない、差はない、差はない。当たっただろ、465。やばい、ダメだ。ちょっと待って、わからん。当たった、465。できた。やばい、やばい、やばい、でもやばい。でも待って待って、でもやばい、でもやばい、でもやばい。でもやばい、でもやばい、でもやばい。キャビった。こんだけさーって、やばいやばい、死ぬ。
4万円最後の4万円で最後の4万円、54万円だった。もう先生アイテムください、すごいと思った方あと300万です。震える。さっきのキティっていう以外のリスナーさん、お願い投げてください。さよならって言わなかった人たち、お願いします。アイテムください。あ、5個お一緒だ。アキさんありがとうだ。ノリちゃんありがとうだ。リオありがとうだ。あと足りません。アイテムください。あ、マジ取れ当たった。まくれるか分かりませんが、熊さんありがとう。投げし戻ってこい、はっちゃん。お願いします。ありがとうございます。ありがとう。50個お一緒だ。まーちゃん5個ありがとう、お一緒だ。まるさんありがとう。イベラスなんてイベントアイテムが嬉しいです。知恵ありがとうだ。おりさんありがとうだ。ピエンありがとうだ。もう変な配信者のコメント気にするな。こいつももう600万クソ下手クソなんだから。俺の方が勝ってる。まだで自分を正当化して、俺を下げて自分を正当化してるだけ。気にするな、負けるな。ポコちゃんありがとう。カムバックリスナー、ピピありがとう。梅ちゃんありがとう。サメさん当てたぞ。リオちゃん、シーさんありがとう。あ、じゃあシーさんありがとう。マーちゃんありがとう。やべえ、なんかもうやらない方がいいかもしんない。ポンちゃんもありがとう。ナオちゃんありがとう。見事に読みが当たったよ。手震えた。みーちゃんもありがとう。もうマジで震えたわ。てかもう足がずっと震えてる。ガチで皆ありがとう。お一緒だ。僕はギャンブルやめません。なんかどっかの誰かさん強くなってとかなんかほざいてるけど、はい、表でやります、裏じゃなく。はい、堂々とやります。
多分あの養分か生産のとこ行ったんじゃない。流されでしょ、嫌い。海もみじ花火ありがとう、みーちゃん。いや俺はもうねやめるわこれは、うん、くっそあれで2位残ってたら満州だったぞ。いやもうやらめた方がいいかもしんない。マルさんありがとう。やめた方がいいかもしんない。怖い、てかマジ足の震えが止まらんわ。やめよう、間に合わんと世界。もう返そっかな、もう50万だけ返そっかな。アリさん20倍多いしょだ。振り込みで返そっかな。やばい、足マジ震える。泣けなしの4万だった今の。ガチでマジで泣けなしの4万だった。でしょ。これ宮島のレース、俺予想した1500どうなったのかな。これだ、俺の予想が当たったらやめるわ。
や俺また4000号買おうとしてた。これで当たってたらやめる。だからマジ無理って言うけど、じゃあ無理ならコメントすらするなよ。バカじゃねえのお前。気持ち悪い、死んだかお前。うわ、いけてないな。よかったかもしんない、買わなくて。うわ、いけてないわ。これだったらマジやめるぞ。21か。買わなくてよかったわ。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。今お前今なんだもん。出てねえよ。あぶねえ、あぶねえ。もう一発待たなと思う。ありがとう、久々だね。16枚いくわ。16点。24全246、いけー。これが男の勝負だ。こんなことしてるとまた帰れんくなる。浜名湖やばい。1はさすがに逃げるか。無理かな。1のスタート見えてないような感じでした。で4が攻めれば6枚付けしんかな。しないか。
神様がチャンスくれた。これは何かの暗示だ。何かの暗示。生きてることしない。生きてることしない。止まってたら俺心臓止まっちゃう。止まったら心臓止まる。ロケットスタートに行け。4来た。ちょっと待って待って。刺され。ちょっと待って。4、1になられる。やばい、41差はない。あかー。あ、無理だ。いや、満州だったのに4-1になったら。
休みないし、2号早かった。106、126、156。時間キリュウ4056。ケイコケイコケイコ終わったかもしれないこれ。かっこいい。鎌通り。どうぞ。やばい。ババアと外国人。25万しかない、もうやめるか。
全然ダメだ。だろ、なんで俺がやると荒れるんだろうな。俺がやると負けるんだろう。つい気流、これダメだったら帰る。もし帰るぞ。4から4356。帰るぞ。結局なくなるんだ、こうやって。次の部屋じゃん、全部行くわ。もう
島逃げ、ね、これ飯島逃げないのかな。見てくれるのかな。ちょっと待ってよ。4号線、4号6、全部行くわ。4号線、4号6。あ、皆さん、この874号さん通報お願いします。はい、また来ました、アカウント潰し法。874号アカウント潰してください。お願いします。その後僕も通報します。てめえみたいなやつはブロックしない。
4号線456、平和島さんがスタート遅れたらまじ神展開。ダメダメだ、俺もうちょっと歩いては止まらんと、俺心臓止まりそう。心臓止まるでこれ。頑張りもしてない。123で喧嘩してボンって入ってこれないかな。4号1221かな、1221とか5じゃないの、順当だと。刺されー無理か。内側からは2号艇戸田が4号艇のユデントバックセンチに入ってきますが、ここは高枠1号艇飯島がなんとかこらえたか。しかし内側から2号艇戸田の差しが入ってきました。2番1番が並走となって1周2マーク、スタートは前提正常。2マークは差した2号艇戸田が先手を取っていきます。1号艇の飯島差し返していきますが、直線コースは2号艇の戸田がトップに立ちました。わずか1停止2停止リードを取ってこれから2周目入っていきます。2番手追走1号艇の飯島ですが、トップ2番手の定冠は少し開きました。3番手には4号艇の上田がついて上位3艇214となっています。1周目第1弾マーク、4番手から3号艇の藤本がコーナー先手を取る3番手ですが、4号艇の上田がかわしていきまして、ここは3番手4番の上田が金で、上位は2番1番4番でバック中央から。あれはあいつの自分の手をふざけなかったりでやってるって、僕は睨んでる。これ2頭から買うわ。大村これで負けたら終わりだ。結局か、大村2頭206。もう逃げれないと思う。石橋にやられる。2006で合ってると思う。5か、まさかの5だった。で2位地元だろう。で1は絶対飛ぶって。これこれラストだぞ。
ずめっちゃふらはずめっちゃ筋肉痛なんですよ。ダウンロードしてるんだ。いろいろですかね。僕は遠いか。チャンスじゃね。いや何やってんの6は。うわ6が ダメだ。最後142。すみがや142。すみがや最後142。5万。これで終わりだ。結局こうなるのか。てかどこ行ってんだろうこれ。やばい35が来そうだなこれ。やめろもうフラグやめろ。やばいチャタに。やめろフラグやめろ。マジやめてくれ。取り直す。ナイスをする人もおっしゃってください。お願いします。ナイスをする人お願いします。
どうしてレースは第2レースの競争で、まずは結果が4ゴールがフリッシュで前に行きました。シオンになんて来るはずないかな。あれ俺これどこ向かってんの、ちょっと待って、分からなくなってきた。これどこだ、マジ分からん。ここまで来たのか。まず14に来た奇跡、ガチ奇跡、14からまず奇跡、チャタには絶対飛ぶ。普通に行けば142だからな。スタート揃ったね、スタート揃った。チャダにいいスタート。で3が行くじゃん、で4が内から入ってピュッと入ってくる。そう、どうやべえ、14に来るかも。先生たち先生、あーダメだ、先生、あやばい、ダメだ、先生14に来てる。ほら、何この最後にかけたら当たるってやつ。まだ油断しちゃいけない、ちょっと待って、怖い、マジで。あ、終わった。3番手も現在2号艇ですが、外から5号艇接近で岡部、上位が1号艇、4号艇、2号艇、反省心で5号艇。さあ2番5番下がってしまって、3番手争い、インコースに2号艇、アウトコースに5号艇、両者並んで3番手争いになってまいりました。第2ターンマークでは3番手争い、内から2号艇の森作がコーナーを先取り、突っ込んで6号艇待ってさばいて5号艇が戻って、よし、6が邪魔した。142で最終周回へと入ります。先頭には1号艇の茶谷真嗣がインコーストップスタートを見事なイン速攻を決めて、2番手は手堅く4号艇の黒野元基、3番手は現在2号艇の森作優太です。ちょっと待って、最後のバックで待って、分からん、参りましたが、ここも3番手変わらず2号艇の森作、やばいやばい、ちょっと待って、取り返す、やばい、